和新選組の大石晃子政策審議会長はいかがでしょうか。はい、おはようございます。先ほどから各党の方がおっしゃっているように水際対策は時間稼ぎに過ぎないですよね。なので田村さんがおっしゃったような市中感染をどうやって国内で防いでいくのか、そこに注力するべきだと思います。政府がやるべきことは保健所の職員を増やすことと、あとは人が休みやすいような体制、すなわちステイホームの給付金とか休業などへのお金の手当を徹底するとか、雇用を安定させていくとか、そういったことが必要になります。特に保健所なんですけども、職員増やさないといけないんですよ。でどんなっていうと、疫学調査ができる職員を大幅に増やさないといけないんですね。市中感染を抑えるためには封じ込めとか追跡調査ができるための職員、この体制を増やさないといけないんです。増やさないといけないのにこれずっとできてないんですよ。大阪に至っては保健所職員が過労死レベルの残業が1年単位で続いてまして、これ12月3日には職員の組合が労働局に訴えると、こういうニュース出されておられるんですけど、そういう事態になってます。なのに吉村知事が持ち上げられているのは異常だと思うんですね。この大阪人口あたりのコロナ死者数がワースト1になってます。なので岸田政権、今こそこの大阪の検証、各地の失敗事例の検証をして第6波に臨んでいただきたいと思います。自民党西維新の会足立さん、その検査医療体制どう考えますか。はい、これまで5回波が来たわけですけれども、そのコロナ病床がですね、十分に用意した病床が活用できなかった教訓というのがあります。で、一つはやっぱり医療従事者、医療人材の方の確保がですね、やっぱり大変だったというふうに承知をしてまして、特に日本は医療のお金は保険ですから公的な財政でも、実際医療提供体制は民間ですから、この中で、どういうふうに医療人材を確保するかということは本当に工夫をしないといけない。私たちはやはり、特措法の31条にですね、もう少し、命令というのかどうか分かりませんが、規定が必要であるとこう思っています。それからちょっと一つ、先ほど大石さんがなんか大阪がとおっしゃいましたが、大変印象操作が強くてですね、これ吉村知事がしっかり説明責任尽くしてますが、例えば感染者数に占める、亡くなられる方の割合で見ると決して大阪は高くなくて、全国の中で、中の上ぐらいですね。だからしっかりデータに基づいた発言をお願いしたいと思います。以上です。令和の大石さん、簡潔にお願いします。はい、維新の足立さんが中の上っておっしゃってるんですけど、それはワースト10のことだと思うんですね。ワースト1が嫌でワースト10の計算してくるというのはおかしいと思うんですけども、あまりそういうことに時間を取ってる場合ではないかなと思います。やはり今できてないことを真摯に認めて次に進んでいくことっていうのが大事だと思うんですよ。だって大阪府でも、先ほど言ったようなこの私たちを使い死にしないでくださいって大阪府の保健所の職員が人を増やしてって労基署に駆け込んでる状況ですから、保健所の職員増やすとか西村さんもおっしゃってたけども、12月3日にこんなことになってますよっていうそこは認めていただきたいなって思います。それから大阪府内で言うと、その今検査拡大が必要な時期なのに11月末で何を血迷ったか、高齢者施設での定期 PCR 検査中止してるんですよ、大阪府。それから他にもコロナ禍で病床の話おっしゃってたけど、不足してるけど229病床削減しましたよね。なのでやるやるって言っても平時に人が余るからって言って職員つけてないんですよ。こういうことをまず認めて人をつけていく体制を取っていく、これが大事だと思います。維新足立さん、簡潔に。いや、もう吉村知事がしっかり説明責任を果たしていますので、ここではもう以上とさせていただきます。では公明党。